ちゃ綺麗。誰もいない。うわ、一番か。いや、誰来るんだろう。緊張するな。あ、こんにちは。こんにちは。あ、こんにちは。はじめまして。あ、どうぞ。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、こっちいいですか。あ、いいです、いいです。はい、お邪魔します。あ、どうぞ。あ、ボンボンホールさん。あ、そうそうそう。あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。どうぞ、こっちで。こたつなんですね。ね、こたつね、すごいね。こんにちは。こんにちは。どうしようか、席。あ、どうしよう。椅子出します。ありがとうございます。すごい。女子めっちゃ多いな。すごいね、めっちゃ綺麗なところ。え、一人ですか。映画の映像。おお、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ファッショナブル。どうぞ、そっちに。おしゃれ。これ色が一緒。色が一緒。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お。あ、男子。男子が来た。ここがボンボンハウス。あ、そう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 。席が。あ、ちょっと待って、中入る。あ、どうぞ。はじめまして。あ、はじめまして。これ全員。かな。全員か。全員か。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、早速自己紹介しましょうか。デートでですね。そうですね。じゃあまずは僕、ヨッチって呼んでください。あの、ヨッチって呼んでください。あ、ヨッチ。仕事は、工場やってて。工場？電池作ってます。電池？ピッピみたいな。まあ、可愛い子がいっぱいいるなって思ってて、いやでもまだ性格とかもわかんないし、まだまだ選ぶには早すぎるんですけど、まあ一貫性こう可愛い子が入ってきたから誰にしようって感じですね、うん、なんかもうみんな目が合うから、みんな僕のこと好きなんじゃないかなっていう、ちょっと勘違いしてしまう部分が今日はありましたけども。そう、はい、じゃあちょっと前に、イッチって言います。なんか似てる。あ、イッチ、イッチ、すごい。間違いやすいね。確かに。家で家業で華道をやってるんですけど、いつも花と触れ合って生きてきました。ぽいね、ぽい、でもぽい、ぽい、すごい。いやすごい緊張してたんですけど、こうやって男女とかこういう同世代の子たちと一緒に暮らすっていうのは一生に一回もなかったので、なんかワクワクしてます。なるって言うなる。仕事は保育士さん。保育士さん。子供が好き。すごい。ちょっと人見知りなんですけど、仲良くしてください。よろしくお願いします。でもすごい楽しみです。なんかみんなすごい気さくに話しかけてくれて、優しそうな人ばっかだし、すごいなんか恋愛っていう面でも友達っていう面でもすごい楽しみだなって思います。では次私、じゃあ私、広告業界で働いて、名前を載せた、りっちゃんです。あ、そうだね、りっちゃんです。やっぱ仕事忙しくて全然恋愛とかできなかったから、ちょっとお休みもらって。なるほど。よろしくお願いします。お願いします。いやもう社会人になってからもうずっと仕事詰めの毎日だったんで、なんかこうやってまあこうリフレッシュというか、こうなんか新たな仲間と一緒にこう共同生活できるのはすごい楽しみです。でまあついでにね、まあ恋愛とかもできたらいいなって思ってます。なっちゃんって言います。なっちゃん、なっちゃん大学行ってたんですけど、中退して今専門学生です。へえ。服？あ、すごいね。おしゃれ、おしゃれ。なんかこう見えて結構人見知りなんですけど、でもやっぱなんかせっかく頑張ろうと思ってきたし、頑張っていきたいと思います。ガチで。じゃあ、僕はあの、両県。両県。両県で。かっこいい名前。うん、かっこいいね。大学生で。大学生？はい、卒業で。若い。長いね、若い。もう今年、慶応卒業。あ、慶応。慶応やない。
でも1日目はちょっとこうあんまりいろいろ分かんなかった部分があったんですけども。19歳か。あ、OK、 はい、あ、あれやる、あのこれ、これやる。ああ、じゃあその隣の、あ、あのグッピンと申します。グッピン、すごい落ち着きが、なんかミステリアスな雰囲気だ。一応あのエンジニアで、エンジニア、エンジニアか、綺麗なアプリケーション作ったり。おー、すごい現代っぽい。なんかすごい若い子が多いんで、まあ僕28なんで、まあなんかどうしようかなって思ったんですけど、まあでも、まあ、頑張るしかないというか、まあやっぱり男の子2人もおるんでね、ちょっと負けたくはないなと思いますよね。すごいですね。みんないろいろだ。いろいろね、すごいね。面白い。いろんな人が集まったね。ね、うん、え、タメ語。あ、そう言おうと思います。そっか。ね、か敬語やめ。敬語やめようか。やめる。やめよう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 。ですよね。うん、言ってる言ってる。言ってた言ってた。言っちゃった。あるあるだね、それね、あるある。タメ語で。うん。タメ語。オッケーオッケー。じゃあ、共同生活ということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。スペシャリストのリッコです。そして今回はこのお二人に来ていただきました。どうも、筋肉ジャーナリストの森崎です。どうも森崎です。うーん、何よあんた気持ち悪い。どうも最近ね、はい、よろしくお願いします。はい、進め進め、前に進め。 BMBアイドルやってます、前田夏子です。はい、ということでね、今回はこの3人で、お届けしたいと思ってるんですけども、はい、私ね、こういうのずっとやりたかったの。お、私もです。ねえ、まだあんま見たことないんだけど、うん、でもすごい楽しそうじゃない。なんかこう、人のチュッチュチュッチュしてるってことでね。そうですね。はい、ということでね、今回は誰と誰が結ばれるのかしらね。はい、それでは、ボンボンハウスシーズン1どうぞ。どうぞ。それでは乾杯。乾杯。いや、いいね、なんかみんなでこうやって、うん、ね、食べていいの食べていいの、うん、え、やったー、いいサンドイッチ大好きなんだよね。え、ありがとう。いや、あれとか超美味しそう。美味しそう。あ、ありがとう。あ、ありがとう。いただきます。おいしい。優しい。ありがとうございます。優しい。例えばみんな好きなタイプとかって、あ、もう聞いた、まあ、早いかな。まあでも、でもそのために来てんのね。うん、じゃあなんかこう味方で言ってくれる人、うん、ずっと、うん、まあこうなんか普段から結構さ、いじられキャラだから、うん、ね、なんかバカにされたりすることが多いわけよ。でもやっぱなんかポッとなんかこう、あ、バカにされてる君かっこいいよみたいな。ね、わかるわかる。なんいんの？わ、いや、いないからね、いないからここにいるかもしれない。そうじゃん。ね、僕やっぱこう優しい人がやっぱ一番かな。いいよね。いいんで、まずなんか子供がなんか好きな。おお、へえ。へえ。いいね。え、あ、ノル？あれ？あ、あ、ぴったり。うん。保育園保育園だから、子供の時がやっぱり。一緒に行って楽しいかなって。嘘。え、告白じゃん、告白じゃん。え、嘘、早っ。え、これ楽しい。でもみんな大体子供好きでしょ。あ、そっかそっか。ね、可愛いもんね。え、じゃあ、私、私はね、自分を持ってる人がやっぱ好きなんだよね。やっぱこう芯があるっていうか。あとは結構まあおしゃれな人とかも好き。やっぱ私も結構服好きだから、おしゃれな人とか。大事だね。そうそうそう。じゃあ一応。落ち着きがある人とか。落ち着き。なんかやっぱりこう
華道とかやってると、うん、こう集中してこう一人の時間とかもあるから、うんうん、そういうの大事にしてくれる人確かに似合いそう、うん、確かになるほど私はやっぱ頼れる人がいいかなあへだから怖い人はちょっと苦手うんああなるほどねだから優しくてあと私も結構いろいろ外にインドアよりアウトドア派だから意外なんかそういうの一緒にできる人とか、でもなんか守ってくれるタイプとかね本当どっちどっちはね、まあ話が合わない人はちょっとあんまりなんだけど頭がいい人とかそうでも絶対条件はやっぱ自分のことをずっと好きでいてくれる人あまあまあでも大事だよね、確かに大事そうそう、やっぱり愛が大事確かに確かになるよかった僕はやっぱなるかななる、うん、あなるやっぱちょっと話した感じも優しかったし、うん、ちょっとおとなしくてやっぱこう保育士だったからちょっと気が合うかなと思ってああ子供好きやもんね、うん、めっちゃあったよね愛そうかなっていう確かにどっちとかは俺なんか全員可愛く見えちゃった全員可愛く見えちゃった全員もう誰とかじゃなく、うん、誰とかじゃなくていやちょっとまだ分かんないかな一番気になる人とかはなる人か、まあ、強いて言えばなっちゃんらへんなのかなっていう。あ、そうなんや。いやいや、もう全員可愛いんだけど、うん、まだ分かんない。1位とか気合いそうだけど。ああ、1位、うん、ちょっと話してみたいのはあるんだけどね。どうなんだろう、グッキーは。俺は、うん、まあ、なっちゃんかな。あなっちゃん、やっぱなんかアクティブなところとかすごいやん。海外行ったりとかもそうやし、なんか頑張り屋のとことか、うん、可愛いよね、みんな。でも話してみないとちょっと分かんないまだね、まだ最初だけだからねちょっと分からん、ね、ちょっとね、うん、ねえ誰かさ、ちょっと気になった人とかいた、うん、ああまああの中だと両県かなあそうなんだ、今んとこまあまあなんかそうなんだ、いろいろね本当イッチどうだったいや、まだ分かんないけど、うんうんよっち？意外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 え、そうなの？なんか優しそうかなーってあー、まあ確かに優しそううんうんうん、確かに確かに、うん、え、なるわ結構グッピかなーなんでなんか雰囲気がすごいかっこいいなーって思ってあー、そうなんだ落ち着いてるやっぱりでも私もグッピーいいと思ったあ、なんかやっぱ一番なんかちょっとおしゃれっぽかったし、うんまあ、なんかほら、こう落ち着いててさ、うん、なんかもう自分の世界を持ってる感じあ、まあね、大人だよ大人そう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 、そう年上の好きやからさ、うん、そう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 そっかまあでもね、まだ全然わかんないよねそうだね、まだちょっと知りたい、うん、ねそうだねあー、なるほどね、なるほどね、はい、面白いですね、うん、もうみんなからね、もう好みとかあるのねそうですよねいや、私個人のね、はい、あれなんだけど、まあやっぱ、両県とかね、やっぱね若くていいわ、やっぱり若さが良い若さがいいですね、うん、本当に、私がもうあと20ぐらいね、若かったらあんなことね、付き合いたいわいやまだまだ全然若いじゃないですかいや本当にあんた前はねいやまあ、 いろんなね、男女いると思うんですけれどもいろんな男女をこう見分けるっていうことでこれ物語大事になってくると思うんですけど、うん、そうね、そうねそこで大事な筋肉ポイントを一つ、ご紹介します、皆さんの目の周りの筋肉これ眼輪筋と言いますねで眼輪筋をね最近シワがやばいのよいやいや、全然全然まあでも、そうですね、いろんな人を見るという意味ではその眼輪筋がね、いかに、発達しているかが勝負の決め手となると思いますで、眼輪筋が強い人こそ、ふさわしい人どうネタちょっとぶさろ俺ここでいいわじゃあ俺も大丈夫かな意外とそういう感じ、うんあ、おはよう。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 あ、なんか好きなところ。おはよう。みんな寝れた？寝れた寝れた。いやー、お腹空いたわ。あ、確かにね。だよね。朝ごはんどうしようか考えてなかったな。いやー、マジか。お腹空いた。ねえ。なんか連絡来てる。ん？あれ？それから。みんなで朝食を作れ。おー、いいねいいね。楽しそう。なんかペアが決まってる。え？ペア？何それ？目玉焼き、
なると両家ハムとベーコン、はいはいはい、俺とイッチ、おー、なるほど、ハムとベーコン、おいお笑い芸人、おいおで、最後はなんかパン、はい、パンがグッピーになっちゃいっちゃらしい、おー、おー、3人、うん、3人、あ、そかそかそか、じゃあ作っていきましょうか、うん、うん、よし、じゃあ目玉焼き作ろうか、うん、あ、じゃあ私、あ、卵やってくる、あ、卵やるね、じゃあ油引く、うん、え、待って、油が過ぎた、ちょっと待って、やばい、あ、でも、でもそんなもんじゃない、こんなもんか、うん、ちょっとゴミ捨てるね、はい、うん、ごめんね、ごめんよいしょ、料理するの、いや、でも結構あんましないかな、うん、もうコンビニで済ましちゃう、コンビニ弁当ばっかだね、あ、ダメじゃん、うん、だからもうちょっと作ってくれる人とか、作ってくれる人が欲しいよね、私はね、毎朝ちゃんと作ってるんだけど、うん、でもこんな凝ったことはしないかも、米玉焼きとかもう混ぜてジャーって入れちゃってスクランブルエッグとかにしようか、よし、じゃあ行こう、ありがとう、おい、お、お、蓋、蓋、蓋だね、蓋とか、蓋はこれかな、これはね、これは多分ちょっと小さいかも、ちょっと待って、ごめんごめん、ちょっと違ったね、じゃあこれだね、はーい、蓋するっけ、蓋するよね、多分するかな、じゃあ次俺たちだな、はい、作るっていうかもうベーコン焼くだけなんだけどね、そう、簡単だね、うん、よし、やっていく、いち、包丁危ないから、え、俺がやるわ、ほんといいの、うん、いいよいいよ、見てて、見てるの、そうそうそう、いいのじゃ、見てて、いや、俺の顔見るんじゃないよ、ベーコンちゃんと見てて見てないよ、そうそうそう、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じでしょ、え、上手だね、まあ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 、まあ、で、この中に入れるんだな、おお、うまそうじゃん、できてる、できてる、あ、じゃあそれちょっと入れてくれる、はい、うわー、うまそうな音が、朝ごはんしっかり食べよう、食べるね、パン派米派どっち、最近時間なくてパンになっちゃったけど、うんうん、ずっとご飯だった、あ、俺も、本当、俺も、オッケー、はい、ありがとう、来てくれて、あ、いやいやいや、じゃあ次はあいつらか、呼ぼうか、交代するか、よし、じゃあパン切っていこうか、うん、うん、え、ね、めっちゃ美味しそうなんだけど、ほら、やば、食べた、え、食べながら、まだまだダメだよ、まだダメか、みんなのもんやから、それ、あ、そうかそうか、食いしん坊やな、もうりっちゃんも、はい、いや、お腹空いちゃったよ、パンはね、切るのにコツがいる、え、そう、これはね、押して切ったら潰れてまうから、うん、これね、何笑ってんの、どうしたの、いや、なんか物知りなんだなと思ってそうやろ、そう、こうやってね、こう細かく切っていったら、あ、ほんとだ、すごい、すごい、グッピーすごい、ね、料理とかあんましなさそうなのに、ほんまに、うん、まあ、結構家庭的なのよ、意外、そんな、なっちゃんやってね、うん、え、すごい、え、めっちゃ綺麗じゃん、押さずにパチパチっと、これね、ここ上げとき、ありがとう、自分でできる、自分でできる、ありがとう、大丈夫、ありがとう、気をつけて、よし、こうかな、よしよしよし、で、こっちにハム、あ、いいね、ベーコンかな、でもすごい大変になっちゃうね、うん、やけどせえへんよね、こんな感じ、これで完成、完成、完成、いやー、美味しそう、美味しそう、ね、美味しそう、美味しそう、美味しそう、結構違くない、どうする、どうする、思ってたのと違う、こういうことだったの、え、てかさ、パン6個しかないんだけどね、え、1,2,3,4,5,6,7 本当だ、1人チーズだよ、チーズ、あー、そうだね、ちょ、じゃんけんしようか、いいよ、いいよ、いいよ、最初に、じゃんけん、パン、よし、あー、嘘、はい、行くよ、はい、勝った人、はい、はい、最初はグー、じゃんけん、ほい、やったー、やりました、これもらう、これもらう、これもらう、あー、マジか、やったー、リーファーストやろな、イエーイ、買ったもん勝ちやで、はい、え、でもほら、一人食べれないから、あ、そっか、じゃあ、みんなで、え、ね、え、優しい、嘘、お腹空いてるだろうから、え、全然、僕は全然気にしなくてもいいから、嘘、食べ、食べ、あ、めっちゃ半分食べる、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うん、食べてていいよ、全然、え、本当にもうちょっといい、やったー、半分こする、あ、大丈夫、大丈夫、ほんと、食べていいよ、全然、やったー、え、ありがとう、ありがとう、なんか食べづらい、どうしようかな、あれ、なんか俺ら、俺ら悪い、悪いみたいな感じで、あれ、いいよ、まあ、いいよ、しょうがない、しょうがない、じゃあ食べようか、でも、チーズ乗せてやろうかな、もうチーズ乗せて、あ、いいね、みんなでチーズ乗せる、確かにチーズ乗せよ、チーズ乗せよ、うん、美味しそう、ありがとう、チーズ配る人、チーズ配る人、チーズ、いただきます、やった、やった、素材の味、もうお腹空いてたから、優しい味、優しいね、
素材の味、うん、素材の味。おとじちベーコン切っただけなんだよね、うん、そう切ってもないか切ってもないいや、でも食パン切ったけど食パン切ったけど、うん、でもさ、グッピンがいなかったらさ、綺麗に切れなかったよね。確かにそう、見てみんな断面図、うん、めっちゃ綺麗だから、うん、潰れてないのパン、うん、美味しかったね。で、なんかさ、今度バーベキューとかもやりたい。あー、やりたい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 。これ、うん、ちょっと向こうから見つけたんやけどさ、うん、これやろうよ。懐かしい、懐かしいな。うわ、全然最近やってないよ。みんなやろうよ、ね。そっちからじゃあ行こうか。こう行こうか。こう行こうか、じゃあ。オッケー。じゃあ、グッピンから。はーい。はい。いや、怖い、怖い、怖い。え、大丈夫かな。結構。え、みんな早いね。みんなそんな早いかず。じゃあ、ここ行く。うん、おー、怖い。怖っ。え、怖い。もう、もう。そんな？おー、何やろ。持ってる。もう一回もう一回もう一回。そんな早い。早い。早いね。うい。あ、壊れん。回すんや。あ、回すんだ。あ、そうだ。ありがとう。優しい。優しい。優しい。はい。おい。おー、怖いね、これ。じゃあ、ここから。うん、おー。ここで。うわー。え、イッチとヨッチがイッチヨッチコンビ、イッチヨッチでコンビじゃん。何これ、なんか選ばれてんのかな、これ。何それ。黒ひげコンビだね。黒ひげコンビ、ね、面白いそれ。黒ひげコンビ、俺たち黒ひげコンビです。イエーイ。こういう感じなんです。どうだった。どうだった。いやでも、ご飯、そのねなると一緒に、ちょっとめっちゃいい雰囲気やった。それやっぱ結構さっき距離遠かったから、うん、一緒になってちょっとドキッとした。やっぱ近かったからね。近かったから。いや、あっちもめっちゃ可愛かったんやけど、うん、なんかりっちゃんもなんか、なんやろ、ちょっとやっぱしっかりしてるから、うん、あー、よく見えてきた、うん、ちょっとなんか、もう、グッときた。グッときた。え、みんな何ちょっと、いや、なんかどうと思って。いや、私も思った、私も思った。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。いや、今の心境さ、なんか、やっぱりヨッチになるけど、うん、ちょっと、リョッケンも優しいなぁ。おぉ、えぇ、ー、あー、そっかそっか、わかんないよ、ね、いや、いい、うん、私は、なんか今まで、まあ、あんだけだったら良犬かなと思ってたんだけど、うん、グッピンもいいな。マジで、今までグッピン超人気。え、よっちも、ない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 。え、グッピンなんだよ。え、グッピンめっちゃ人気じゃん。確かにね。まあ確かにね、なんかまあやっぱ大人っていいよね。2日目はなんかこう進展があったというか、まあ気になる人が、イッチですね。まあ、イッチ、そうですね、なんか気づいたらなんか僕の隣によくいるなっていう感じがしてて、なんかこう運命じゃないですけど何かを感じるような気がしました。黒ひげ。いやー、ちょっとなんか運命感じちゃいますよね。なんか最初は良犬がいいなと思ってたけど、今はグッピー。やっぱちょっと触れ合う機会も多くなったりとか、まあ、なっちゃんりっちゃんがやっぱすごい、まあ、ちょっと今グッと来てる状態で、ありです。とてもありだと思います。まあ、向こうはどう思ってるかわかんないですけど。見た目起きたら血圧が。いや、言うて私もなんだ。うわ、本当だ。そうなっちゃうよ、本当に。ねえ、本当に怖い怖い怖い。ねえね、今日さ、うん、実は私誕生日。おめでとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。マジか。え、何も用意してないよ。え、うん、それじゃあ後で買いに行くみたいな。あ、いいね。じゃあまだちょっと早く言ってよ。いや、だって世間はさ、バレンタインデーじゃん。もうそう、まさにバレンタインだけど、うん、指令が来て。え、なに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 。
女の子はバレンタインチョコを作り、気になる異性に本命チョコを渡すだ。この3人は誰かに。そう。マジか。ってことは、俺たち、ね、下がった方がいい。ね、あ、下がる？一旦下がる。いや、ずるい男子。女子同士で話す。やだー。バレンタインだもんね、これ。まあまあまあ。じゃあ下がって。下がろうか。下がろうか。マジで。下がろう。楽しみだ。楽しみだ。ねえ、ちょっと待ってねー。うわあ、ガチのやつじゃん。ガチのやつじゃん。ね、指令って何？いやー、わかんない。なんで女の子からなんだろうね。ねえ、なんで決まってんだろうね。誕生日なのに。おめでとう。自分用にも作んないよ、ね。あ、いいね。じゃあ作ってあげるよ。あ、そうだね。作って作って。やった。そうだね。そうだね。じゃあ作りますか。作りか。できるかな。久しぶりだよ。ね、大丈夫。作れる。よし、とりあえず湯煎して溶かすね。チョコ入れるあたりやつじゃん。うん、はい。これ大丈夫、本命だからちゃんとさ、心込めて作んないとね。ね、そうだね。え、てか、え、もうさ、決まってんの、みんな、あげる人。秘密。決まってる？え、いつ分かりやすいんだけど。秘密だよ。だってもういつも見てるもんね。確かに、隣にいる。そう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 。うん、もう気づいたら、うん、分かりやすいよ、いつ。いやおい。おー、頭ぐらい、どんぐらい、もうちょいく、わかんない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 、え、わかんない、久しぶりすぎて、それぐらい、そこぐらい、オッケー、オッケー、はいはいはい、溶けるかな、あー、溶けてる、溶けてる、早い、やったー、あ、ほんとだ。え、なっちゃんとかは、いやー、決まってんの、いやー、決まってない、え、決まってないの、え、迷ってるってことじゃ、いやいやいや、迷ってるとかじゃないんだけど、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、どうしようかなって感じ、え、どういうこと、何がもう、何が、え、決まってんの、逆に、まあ、一応、まあ、なんていうの、こう、好きっていうか、うん、まあなんか本当気になってるくらいだけどね。あ、うん、チュー、あいちゅう、あいちゅう、行きたい？大丈夫。もういい、インちゃんもいいから。分かってるから。なるは？うーん、私はもう決まってるよ。おお。もうすぐだね。決まってる。ね、よし。いい感じ。いい感じ。うん、うん、うん。本命か。本命、いやー楽しみだな。誰からもらえるんかちょっと見当つかへんけどな。いや、これあんまり気にならない人からもらったらっていうね。なんかでも絶対2人2個もらう確率もね、やっぱり人数がね多いから。確かに確かに。からそんな人1個誰か多めとか。そんなある？あるそんな。いや、わからない。うわ、どう、逆になんか一人ももらえないとか、あ、合わせに行ってたとかあるんじゃん。あ、グッピン呼ばれてる。あ、来たね、確かに来てた、うんうん、マジか、誰誰だろう。あ、え、これでもうね、ちょっと行ってくるわ。うわ、誰誰だろう。うわ、怖いな。でも本命でしょ。え、嘘嘘、え、これで全編終わり、え、あ、終わりですね。え、嘘、非常にいいところで、嘘、もうどうしよう、ちょっと気になりすぎてちょっと寝れない、うん、やばい、嘘、私やばい、最近さ不眠症でも大変なの、やばいよ、ふけちゃうよ、でもあの、ふけるとか言わないで、ただでさえあれだいや、でも、え、もうちょっと、え、誰が誰にあげるの、ねえ、一致はわかるの、一致は、一致はもう絶対よっちじゃない、え、さすが、全然わかんない、あなたわかんなすぎでしょ、あなた何見て、わかんないの、あなた見てなかったじゃない、見てた、ずっと見てました、何を見てたの、難しくて、一番わかんないのが、あの子、あの、なっちゃん、なっちゃん、あー、わかんない、あなた似てるわね、そう、なんか似てるし、うん、名前も似てるから、うん、わかるかなと思ったけど、うん、全然わかんない、わかんない、最近の若い子でもわかんない、わかんないですね、どうなるの、私でもわかんない、でもですね、あれなんですよ、彼女たち、あの、好きな男の子にチョコをあげるわけでしょ、うん、ここで大事になってくる筋肉ポイント、いや、その筋肉ポイントいらないな、なんですけれどもね、チョコをあげるだけではダメなんですよ。そこで何が必要かと言いますと、トーク力です。トーク力で必要になってくる筋肉、これご紹介しましょう。ここです、口の周りの筋肉、口輪、はい、ということで、はい、前編は以上ということなので、はい、次回後編もお楽しみに、楽しみに、じゃあねー、バイバイ、バイバイ。ちょっと体を動かしに行くために散歩行かん？え、いいね、いいやんな、え、行こう行く、行こう行こうね、あれ、なっちゃんも、え、だったら嘘とかつかない方がいいと思うよ。ちょっと待って、難しいですね、人間関係って。正直、ビビりましたよね。はーい、うん。